どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度問い101から問い110までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。こっからですね、第5章に入ってきましたね。第5章もですね、ちょっと前にもちらっと、見ていただくとわかるんですけど、成分名結構いろいろ出てきておりますので、ぜひぜひですね、しっかりと対策立てていきましょう。はい、それでは始めていきたいと思います。問い101番です。一般用意薬品の添付文書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれかということで、誤っているものを選んでください。はい。ということで、誤っているのは5番が誤っております。1、2、3、4は正解として、5番が、薬効名は、その医薬品の薬効または性質が簡潔な分かりやすい表現で示されたものであり、販売名に薬効名が含まれているような場合でも、薬効名は必ず記載しなければならないとあるんですけど、こちら、必ずというところが誤りですね。例えば、なんとか胃腸薬とかあるじゃないですか。例えば何ですかね。私石川なので、石川胃腸薬みたいな商品名があった場合には、それ特に、これは改めて胃腸薬ですよって書かなくても、商品名から胃腸薬っていうのが、わかりますので、商品名って販売名のことですね。そこからわかりますので、なので、そういった場合はですね、省略することができますので、薬効名は必ず記載しなければならないというわけではございません。ということで、5番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い102番です。一般用医薬品の添付文書の使用上の注意に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、まず A なんですが、してはいけないこと、相談すること及びその他の注意の項目、各項目に見出し、各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークがされておりますよとあるんですけど、これ×ですよね。はい。何かというと、その他の注意に関しては、マークはありませんでしたよね。そう。そうですよね。大丈夫でしょうか。してはいけないこととか、マークありましたね。それから、相談すること、マークありましたね。あとは何がありましたっけ？あ、そうですね。使用上の注意のマークもありましたよね。その他の注意はですね、マークがありませんでしたので、ここをちょっと、っていう形で、使用上の注意とその他の注意間違えてしまう可能性がありますので、十分に気をつけていきましょう。その他の注意はマークがございませんので、A は誤りです。はい。そして B は正解。そして C、小児が使用した場合に特異的な有害作用の恐れがある成分を含有する医薬品では、通常相談することの項目に15歳未満の小児などと記載されていますよとあるんですけど、これ相談することというところが誤りです。何かというと、相談することではなくて、例えばしてはいけないことのところに、次の人は使用しないでくださいねっていうような形で記載がされておりますので、なので、ここを相談することではなくて、してはいけないことの欄のところに書かれるようになりますので、C は誤りとなります。はい。そして D は正解なので、4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い103番です。一般用医薬品の製品の表示に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。はい、A は正解、そして B なんですが、適切な保存条件の下で製造後2年を超えて正常及び品質が安定であることが確認されている医薬品には、使用期限の表示の義務はないよというところで、これ2年じゃなかったですよね。そう、3年だったと思います。そこなんですね。はい。なので、そこのところの引っ掛けです。ただ、これ気をつけていただきたいのは、第4章にもこういう内容出てましたよね。で、第5章でもこのような内容出てきます。何かというと、今回ここでは、適切な保存条件の下で製造後、まあ、3年だったら正解ですよね。3年を超えて正常及び品質が安定であるもの、安定であるものに関しては、使用期限の表示義務はなかったですよね。
そうですよね。でも、安定じゃないもの、これは第4章では、安定じゃないものに関しては、使用期限書かなくちゃいけないよっていうのがありましたので、はい、このあたり第4章と第5章言ってることが全く逆になっちゃいますから、安定なのか安定じゃないのかっていうところで、表示の義務があるのかないのか変わってきますので、ここをしっかりと頭のところを整理をしておいてくださいね。引っかかりやすいですからね。はい、ということで C、ごめんなさいね、B は誤りとなります。それから C ですね。外箱には、法の規定により、法定表示事項のみが記載された他の法令に基づく製品表示がなされることはないよとあるんですけど、薬機法以外にもありましたよね。何かというと、例えば消防法だったりとか、高圧ガス保安法だったりとか、そういうような表記もありましたので、なので、C はこれですね。なされることはないよというところが誤りとなります。はい。そして D は正解。特に D も気をつけてくださいね。0.1ミリリットルを超えると、この0.1という数字も他の数字で引っ掛けてきますから、十分にそんなところね、気をつけておきましょうね。はい。ということで、1番が正解となります。では次行きましょう。問104番です。次の医薬品成分のうち、一般用医薬品の添付文章などにおいて、次の人は使用しないことの項目に、本剤または本剤の成分、牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人と記載されている成分はどれかということで、はい、こちらは答えは1番が正解となりますね。はい、1番が正解です。で、風邪、そうですよね。こう牛乳から抽出されたものになりますので、アレルギー出てしまう、可能、あの、出てきてしまう可能性があります。で、例えば1番のリゾチームに関しては、これあれ牛乳じゃなかったっけなって勘違いしたんですけど、これもよく引っかかります。リゾチームは鶏卵アレルギーですよね。そうですよね。ということで、そんなところ十分に気をつけていただきたいなと思いますので、問104番は2番が正解となりました。ということで、ここですね。2番が正解となります。はい。では、次に行きましょう。問105番です。次の医薬品成分を含有する内服用の胃腸薬である、一般用医薬品の添付文書などにおいて、長期間服用した場合に、アルミニウム脳症及びアルミニウム骨症の発症したとの、報告があるため、次の人は使用しないことの項目に、次の診断を受けた人として、透析療法を受けている人と記載されている成分の整合について、正しい組み合わせはどれか。長いですよね。いいでしょうか。まず、ここでポイントとなるのは、アルミニウム脳症及びアルミニウム骨症ということで、アルミニウム製剤を選んであげればいいんだというところに気づいていただきたいと思います。はい。ということで、答えはですね、3番が正解となります。A、C、バスですね。で、B なんですけど、スクラルファートなんですけど、スクラルファート、これアルミニウム製剤でしたよね。そうなんですよ。なので、このあたり、アルミニウムって言葉が入ってないんですけど、アルミニウム製剤だって気づかなくちゃいけませんでした。ということで、アルミニウムみたいなね。ごめんなさいね。という感じで気づいていただくといいんじゃないかなと思いますので、はい。ということで、B、アルミニウム製剤なんだなということで、3番が正解となりました。では、次行きましょう。問106番です。はい、ここ。いやいや、ここちょっと難しいと思いますよ。しっかりと分かってるか分かってないのか、結構コアなところというか、皆さんにちゃんと押さえてほしいところがこれ出てきておりますので、ここのところですね、皆さん、第5章の別表のところを使いながら、しっかりと学習していただきたいと思います。はい。では、ちょっと内容見ていきます。問106番ですね。一般用医薬品の添付文書の次の人は使用しないことの項目中に、授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けることと記載されている主な成分、薬効群とその理由の組み合わせの整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらまず答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。で、まず A なんですが、イブプロフェンが配合された解熱鎮痛薬は、乳児に、頻脈を起こす恐れがありますよとかって書いてあるんですけど、これ違うんですよね。それから B のロートエキスは乳児に下痢を起こす。それから C のテオフィリンというのは、乳児に神経過敏を起こしますよとか、あとは D の洗脳指導というのは、乳児に昏睡を起こしますよとかっていうのがあるんですけど、いやいやいや。ということで、
そうなんですよ。乳児に気をつけなくちゃいけないような成分がまとめて出てきております。なので、これ、まとめて覚えるチャンスです。ここをしっかりと覚えていくと、第3章のところにも、応用がちゃんと効きますので、しっかりと押さえていきましょうね。ということで、まず一覧ちょっと前に書いてみました。いいでしょうか。ちょっと青にしていきますね。こちら。ここまでですね。ここまでのところ。まず、乳児に、頻脈。頻脈なので、脈が速くなっちゃうんですね。そうなんですよ。頻脈。で、その頻脈を起こしてしまう恐れがあるのは、ロートエキスでしたね。ロートエキスは、これは、抗コリン成分でした。大丈夫でしょうか。はい。で、これは、頻脈を起こしちゃいます。ということで、いいでしょうかね。そうなんですよ。はい。それで、こっち。乳児に下痢を起こすっていうのは、センノシド、センナ、大王、カサントラノールとか、ヒマシ油とか、いろいろありますよね。はい。ということで、このあたりは、下剤ですよね。下剤です。特に、強い下剤です。ここに出てきてるのは。なので、そういった意味では、これらの、下剤。まあ、下痢なので下剤なんだな。なんとなくここはいけるかなと思います。そして、神経過敏を起こしちゃいますよというところでは、要は脳がちょっと興奮しすぎちゃうんですよ、これ。で、今回ここに出ているアミノフィリン、テオフィリン、何ですか、これと。これ第3章のところには登場してこないんですよ。ここでしか出てこないです。だから、あれ何ですか、これ初めまして、みたいな感じも結構出てくるかなと思います。だから、今回ここのところでもですね、テオフィリンというところは一応丸になってます。そうなんですよ。テオフィリン。で、あと、プラスアミノフィリンっていうのがあるんですけど、これ何かというと、これ、キサンチン系です。キサンチン系ですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。キサンチン系の成分ってあったじゃないですか。何ですかって言ったら、あれですよ。カフェインとか、ジプロフィリンとか、あれですよ。ジプロ、ほら、フィリン、ついてますよね。フィリン。そうなんですよ。カフェインとか、ジプロフィリンとかの仲間なんですよ。キサンチン系。なので、カフェインって脳を興奮しちゃいますよね。そうですよね。そう。だから、これらも、興奮しちゃって、神経過敏起こしちゃいますよっていうところなので、このあたり、キサンチン系なんだなというところで、セットで押さえていただくといいかなと思います。はい。それからですね、今度は、乳児に昏睡を起こす恐れ。昏睡というのは、もう何ですかね、もうずっと眠りについてしまうと、もう起きなくなっちゃうような、もう眠りですね。というような、もう、そんな状態、重篤な状態ですね。なので、これらのものに関しては、ジフェンヒドラミン。ジフェンヒドラミンというのは、これ、あれですよね、抗ヒスタミン成分でした。そうなんですよ。というところでは、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。そして、乳児に、ごめんなさい、乳児でですね、乳児で、モルヒネ中毒をというものもあります。そうなんですよ。モルヒネ中毒。特にこれは、コデイン類ですね。そうなんですよ。モルヒネと、基本構造を取っておりましたよね。なので、そういったところで出てきますので、しっかりとここ、まずは原因がなんでなのかという理由もですね、ぜひ押さえながら、しっかりと押さえていただくと良いかなと思います。はい。ということで、ここまでのところですね。なので、A は、こちら、乳児に頻脈を起こす恐れがあるためっていうのは、ロートエキスが、なりますし、それから乳児に下痢を起こす恐れがあるためっていうのは、センノシドだったりとか、センナとか、大王とかに、該当してきますし、それから、D の乳児に昏睡というのは、ジフェンヒドラミンが入ってきますので、このあたりですね、十分に気をつけておいていただきたいなと思います。はい、ということで、ここですね、しっかりとメモを取っていただいてもいいですし、あとはこれ、5章の別表のところ、ですね、手引きのところに書いてありますので、ぜひそのあたりでももう一度確認していただくと良いかなと思います。はい、ではちょっと解説長くなっちゃいましたので、次に進ませていただきますので、問い106番は1番が正解となりました。はい、では、次に行きましょう。問い107番です。次の医薬品成分と一般用医薬品の添付文書において相談することの項目中に次の診断を受けた人として記載することとされている、
基礎疾患などの組み合わせの正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解です。 A 魔王なんですけど、こちらはですね貧血じゃないんですよ。例えば魔王というのは何でしたっけ。そうですよね、エフェドリンとかが主成分で入ってたりしますよね。なので、そういったところではアドレナリン作動成分とかがね、入っていますので、なのでそういった意味では例えば甲状腺機能障害だったりとか、あとは高血圧症の人だったりとか、そういった、方に対してはですね基礎疾患気をつけなくちゃいけませんでしたので、なので A のところは誤りになります。それから B のアセトアミノフェン、これそうですね、これ、胃十二指腸潰瘍、これ該当してきますので、しっかりと確認していきましょうね。それから C のメチルエフェドリン、これも、糖尿病の人、そうですよね。これも糖尿病の人、交感神経、興奮しすぎちゃうと血糖値より上がっちゃいますので、そうですよね。肝臓でグリコーゲンがどんどん分解されてしまって、血液中に糖が放出されちゃいますので、これ交感神経興奮すると、このあたりは第2章の、交感神経副交感神経の各臓器に働く拮抗二重支配の表ありましたね。あのあたりでもう一度確認しておいてあげてくださいね。はい、ということでこちら、B、C は正解なので問107番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問108番です。次の医薬品成分のうち服用、内服用の一般用医薬品の添付文章などにおいて目のかすみや異常な眩しさを生じることがあるためしてはいけないことの項目中に服用後乗り物または機械運転操作をしないことと記載されているものは、成分はどれでしょうかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番ピレンゼピンなんですけど、はい、ピレンゼピンに関してはこちらにちょっと書かせていただきました。抗コリン成分でしたよね。そうですよね。なので抗コリン成分ということは、こちら副交感神経ですね、副交感神経を抑制することが抑制していきます。そして副交感神経が抑制されれば、結果的に交感神経は優位になってきます。そうですよね。なので、こちら交感神経が働けば副交感神経はお休み、副交感神経がお休みすれば交感神経が働くとか、こうそれぞれこのようにですねバランスよく私たちの自律神経って働いておりましたので、副交感神経が抑えられれば交感神経が優位になってきますので、結果的に交感神経が優位になってきます。いいでしょうか。で、そうすることによって、交感神経が優位になると私たちの目のところにある瞳孔、目の穴ですね、目の穴はどうなってくるのかって言ったら、交感神経が優位になれば目にたくさんの光を入れていきたい、情報をたくさん欲しくなりますので、こちら三瞳ですね、瞳孔が広がりますというところでは、こちら瞳孔が広がれば目にたくさんの光が入ってきますので、なのでそんなに光入れたくないのに目いっぱいに光、要は大量の光が入ってくるようなところに瞳孔をぐわーんと広げたら眩しくなりますよね。だから、ここ異常な眩しさを生じるよっていうところでは抗コリン成分を選んでいただくと正解となります。ということで2番が正解でしたね。はい、では次行きましょう。問109番です。次の一般用医薬品の漢方処方製剤のうちその添付文書などにおいて、排尿菌の弛緩と、括約菌の収縮が起こり、そして尿の、貯留を来たす恐れがあり、特に前立腺肥大を伴っている場合には尿閉を引き起こす恐れがあるため相談することの項目中に次の症状がある人として排尿困難と記載することとされているものはどれでしょうか。いや長いですよね長いですよね。いや、なのでまず答えはですねこちら2番になります。いや長いで、ここで注目していただきたいのは、特に前立腺肥大を伴っている人というところでは、前立腺が肥大しちゃって、困っちゃうのは何かというと、おしっこが出にくくなりますよね。そう、おしっこが出にくくなってでる人に対して、さらにおしっこ出にくくしたら困っちゃうような成分ありますよね。要はおしっこ出にくくしちゃうようなもの、何かというと、これもアドレナリン作動成分というのは交感神経優位になっちゃうのでおしっこ出にくくなりますよね。
なので、もともとおしっこ、前立腺肥大を伴っていて、おしっこが出にくくなっている人に対して、さらに出にくくさせてしまったらきつくなりますから、なので今回この前立腺肥大を伴っているっていうところに気づいていただき、あ、じゃあこれ、中見て、選択肢見ていくと、なんか漢方処方だっていうところでは、じゃあ交感神経を興奮させるような漢方処方どれだろうっていうところでは、あ、じゃあ魔王が入っている。いいですか？魔王が入っている処方はどれなのかというところを気づいていただくと、これ正解となってきます。ということで、2番の欲委任湯が魔王が入っていますので、ここのところ十分に確認していきましょう。はい、ということでよろしいでしょうか？はい、ということで、109番は2番が正解となりました。では次行きましょう。問110番です。次の医薬品成分を含有する一般用医薬品である生産薬の添付文書などにおいて、相談することの項目中に次の診断を受けた人として記載することとされている基礎疾患などはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、こちら何かというと、内容をちょっといろいろ見ていくと、銅、クロロフィン、カルシウムとかいろいろありますよね。で、なんかそんなに問題ないような気がするんですけど、ただ、ロートエキスは、そうですよね、これ。ロートエキスは、抗コリン成分だったじゃないですか。そうなんですよ。で、抗コリン成分ときたら、そうですよね。緑内障に、気をつけていかなくちゃいけなかったんですよね。はい。だから、今回この2番の緑内障というところが該当してきます。はい。ということで、ここまで、結構第3章の内容がいっぱい入ってきております。なので、しっかりと第3章を勉強していただき、そしてまたこの第5章の手引きのところを見ていただき、それの繰り返しをしながら、しっかりとこのあたりのところ、特に、今回はですね、乳児のことについて、多く取り上げさせてもらいましたので、しっかりとこのあたり、ポイントとなりますので、覚えていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。